エミリア、君は処女かな？それだけは本当に大事なことだからさ。僕は非を認められない卑賤な連中とは違うからさ。素直に謝れるのは大事よね。それで改めて聞きたい、エミリア、君は少女かな？あの、少女って何？ごめんなさい、聞いたことがなくて。素晴らしい。体が少女なのは当たり前。本当に大事なのはその心まで少女であること。君は僕に新たな真理を示してくれた。僕はレグルス・コルニアス、君の大事な旦那様で、君は僕の愛する79番目の妻だ。184番、79番に着替えよう。君たちと同じ立場になる子だ。仲良く面倒を見てあげるんだよ。また後で。着替えを。あなたは？184番です。私、あの人の奥さんになったつもりなんてないんだけど。彼はそのつもりです。彼がそのつもりであるということは、あなたの意思は関係ないということです。なんだかあの人、本で読んだ悪い王様みたい。彼のあり方は確かに王様、小さな王の名にふさわしいでしょうね。お着替えを。